こんにちは。どうも。こんにちは。今日ったムズ64人、すみせさん、今月もありがとうございます。ありがとう。あと、安倍氏さん200回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとう。こんにちは。でも、ワイパルさんファンレベル11、ありがとうございます。ありがとう。あと、見たか。こんにちは。どうも。今日は、カメラつけた。こんにちは。キッシーさん300回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうございます。こんにちは。初もの方ありがとう。本当に多分なの。本当に多分だよ。私だよ。なんで違うのよ。本当に私ですよ。こんにちは。どうも。こんにちは。お昼動画とも初見さんの気持ち。なんでよ。なんで。そば食べてる？いいね。こんにちは。キョカタズムって言った？キョカタウズ65人。おいちゃんさん、今月もありがとうございます。ありがとう。先言えなかった。あげましょうと私よ。私なの。よかったです。67人。マントメガネさんも今月もありがとうございます。ありがとう。何してないじゃないって、朝配信あった時以来。あ、そう。この前。先週あんま、ここもあるじゃない。こんにちは。どうも。なんか、どうなっちゃった。あ、ツムの方ありがとう。こんにちは。早く来たの？午前中に、お家で出かけしてない。12時ぐらいに来た。準備したりさ、ブブに餌あげてたから、半ぐらいからちょっと。よかったです。68人、ナオタンさん、今月もありがとうございます。ありがとう。初物の方ありがとう。こんにちは。どうも。こんにちは。どうも。ブブ、餌あげたら、てか餌取った瞬間にさ、ケージ戻ってきて、ご飯食べてた。そんなお腹空いてたのか。ちょっと今どっか行きましたね。こんにちは。たまんむーちゃんお腹すかして待ってたのかも。いつもお昼にね餌あげてるからお腹すいてたのか。こんにちは。たまん初おもの方ありがとう。たまんん、300回目の訪問が表示されない。あ、なんでだ？ライスさん。300回目？ありがとうございます。たくさんありがとう。あいつね。ありがとう。あいつに教えてくれて、でも。初物の方、二度目の方、ありがとう。こんにちは。マーク、今日腹減ったじゃないか。そう言ってたのか。確かに、起きたら近くにいたんだよね。そういうこと？二度目の方、ありがとう。こんにちは。初見です。違うでしょ？違いますよ、皆さん。みんな初見じゃない。こんにちは。でも、あと、お礼メッセージさっき送った。全部送れたはず。コロちゃんさん、ファンレベル11。ありがとうございます。ありがとう。確かに前の時もタイムラグあったね。毎日訪問101回目。毎日訪問？毎日配信？ 101 回目？ありがとうございます。101日目。二度目の方ありがとう。こんにちは。ロマンさん先生見てたくさんありがとうございます。ありがとう。今日は動くサムネのラジオ配信か。こんにちは。動くサムネじゃないのよ。つけてんのよ、カメラを。こんにちは。もう、ウーバー1日2食だね。2回に分けてる、ご飯を。こんにちは、あんたも。あと、やつもあげてる。途中で。こんにちは。お昼と夜に餌足してる。こっち？こんにちは、二度目の方ありがとう。今日買ったむずです。まだなのよ。あと2ですね、あと2だ。
あと2、毎日訪問してるか微妙ですよ。でもね、いつも来てくれてありがとう。とリスのしっぽさん、200回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうございます。こんにちは。許可たずむ。さっき間違えちゃったやつじゃん、私が。久しぶりにタブルーム来た？久しぶり？違うくない？違うでしょ？今日はありがとうね。ありがとう。こんにちは、どうも。こんにちは。やっほー。いいよ。うん、今日も可愛い。ありがとう。お久しぶりです。久しぶりじゃないね。ウケナズヤ久しぶり？違うでしょ。前も巨タカムズ。なんでそれ。読みづらい。巨タカムズ。読みづらいよ。ラジオ配信じゃない。どうしたの？なんとなく。つけてみた。声が痩せる。本当に？ちょっと寝起きの声してるわ。まだ。こんにちは、どうも。昨日家着いたらバタン球しちゃって。サッカー見れなかった？サッカーどうだったの？寝てたよ。よし、終わった後。なんで今日はこう言ってんの？今日はカメラつけてるからで。なんでつけてるか？なんとなく。こんにちは、どうも。キョタカムズ、キョズカタム、なんだそれ。こんにちは、どうも。昔ヒロカメラとかタムがするはずないってつけたんだよ。なんだよ。寝てたのか。寝たよ。録画もしてないよ。してない。サッカー興味ある？サッカー、あんまないかも。こんにちは、どうも。こんにちは、やっほー。審判ブーブー試合？審判ブーブー試合ってこと？審判ブーブー試合？うん。確かに、これは事故。どういうこと？これは事故って。どういうこと？もうすぐ拝見できて光栄です。いや、全然、いつもラジオ配信の人みたいじゃん？夜も。ほら、つけてる。サッカー見る？サッカー見るなんて言ってない、別に。気が向いたら見るって言ってた。だから寝たよ。たぶんの昼半身、そんなに喜ばれなくてかわいそう。落ちたよね、みんなね。どうしたのって言うんだよ、まず。なんだよ。こんにちは、どうも。今日22時から女子サッカーの試合？気が向いたら見ようかな。あ、たぶんの方ありがとう。こんにちは。どうも。こんにちは。ここ赤くなってる。なんでだろう。なんでだろう。パスしてたのかな。なんか、ここだけ。今気づいた。なんでだ。わかんない。絶対見ないやつ？いやーわ、気が向いたらね。こんにちは、どうも。昨日は記念すべき毎日配信100日、そうよ。昨日100日でした。今日101日。こんにちは。たまは出る側、なんで出るの？出ない。初見です。初見じゃない。違う。タオパンチ食らった。ね、タオパンチって何よ？何よ、それは。おめでとうございました。ありがとうございました。今日から新たな伝説200日配信の第一歩。そうよ。そう。気絶してました。大丈夫か。今日から69人。たけさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。8000メートルバタフライ出場って。8000メートル !8 キロ長いって。途中でリタイアですね。8000メートル泳げない。初見さん、アヒラありがとう。ありがとうございます。あ、じゃね。サッカー見てたらショールーム配信のこと忘れてぞ。何、私が？
や、忘れない。そんなはずないじゃん。タモヒップタックけど、そんなことしませんから。しませんから。300回目訪問だったはずなのよ。昨日の、120円で。気絶しちゃってたか。それなら仕方ない。こんにちは、とも。キョムタムズ、すごい勢いで増えてた。キョムタムズ、あ、みんなキョムタムズだったの。ね、キョム。うん、やすさん。積み木の後ろタワー、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。あとファンレベル20。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。やばいやばい。これも撮り始めてる。なんかこのおうちめっちゃ撮れる。今回ね。こんにちは、どうも。うん。初見さん、コメントありがとう。ハロー。ハロー。でも、暑いな。辛いもん食べたい。暑い日に。辛いもん。辛いものか。辛いもの。まぁ、ちょっと辛いぐらいだったらいいかも。こんにちは、どう？汗かいちゃうよ。1月3日。ナースさん。はじめまして。違うよ。初見ですじゃないのよ。違うのよ。でもの配信室に追いつき、追い越せるよ。訪問頑張ります。いや、追い越せはしないのよ。訪問数追い越せちゃったらおかしいのよ。怖いって。追いつくこともできないのよ。人気の後ろタワー。こんにちは、だもん。できんです。もうって言ってきた。何言ってんだ。何言ってんだ。ワシンスを追いつけるイベント、無理よ。どうやって追いつくの。よいしょ。ミキの後ろかけるかな。よいしょ。つみき。つみきの後ろ。画像見ないとね、書けない。難しいから。さん、積み木のお城タワー、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、うん、ありがとうございます。よ、ありがとう。どう、積み木のお城。これ、お城、ありがとうございます。おいしょ。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう、うん、ありがとうございます。ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様。国会議事堂これ？違うよ。積み木の後ろよ。国会議事堂かけたの。逆にうまいかもしれないな。あつまの方ありがとう。こんにちは。もう、今日買ったもん、70人。プーさん、今月もありがとうございます。ありがとう。よいしょ。あ、女子パイボール今日の20時からなの。あ、そうなの？見れたら見ようかな。見れたら。ねえ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 、ゼリードリンク飲んだよ、昨日。美味しかった？なんかね、最初、寝るね、なんか、寝るの元みたいなやつ入れなかったら、
ソーダ味で、あの、なんだっけ。入れたらブドウ味になるんだけど、え、超が好きだった。両方美味しかった、でも。こんにちは、だもん。あと、シュワシュワパウダーってのもあって。シュワシュワパウダーもね、なんか、ねるねるの素入れただけもちょっとシュワシュワするんだけど、シュワシュワパウダーやったらもっとシュワシュワするみたいな感じだった。美味しかった。私は好きだった。こんにちは、だもん。もう70人を。早い。ありがとうございます、皆さん。今月も。許可は保つ。ありがとうね。髪が茶色くなった？なんだ？でもね、結構色落ちしてきてるんだよね。そろそろ。まあ、カメラ、結構暗く見えてるはず。あ、なんかね、OBS で見ても結構暗く見えてる気がする。鏡で見るより。うん。暗く見えてると思う。だから、ちょっと暗めにする。なんでかわかんないけど。よかった、ます。71人。ひろじさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとう。こんにちは。どうも。シワシワパウダー。違うよ。シワシワね。やだよ。そんな、かけたらシワシワになっちゃうなんて。嫌なパウダーすぎる。NA さん100回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうございます。こんにちは、どうも。ねるねるねるね。ねるねるねるねジュース、脳がチクチクすった。なんで脳がチクチクすんの怖いって。こんにちは、どうも。まだ焼けてない？どういうこと？ジャンピングタムチョップやってください。何ですか、それは。シュワシュワでも押すよ。シュワシュワじゃないのよ。シュワシュワね。シュワシュワよ。ジェプシュサッカー赤いチームの選手は、元選手たくさんいるから頑張ってほしい。そうなの。今日女子サッカーだっけ？見れたら見るわ。こんにちは、どうも。石バレー決勝トーナメントの可能性が、残ってるの？シュワシュワシュワじゃないの違う。体に悪そうな色はしてるけど、ぬるぬるぬるんで別に悪くないよね、体に。こんにちは、どうも。入選迎えたい。決勝行ってほしいね。あ、ゾウの方ありがとう、こんにちは。絶対見んやろ、わかんないって。わかんないって。まあ、気が向いたら見るんだって。なんかね、前は見れたら見る。見れたら見ます。うん。そう。あら、私、いつの間に100万ポイントいってた？ありがとうございます。あら。いつの間に？花火上がってた？気がつかなかった。ありがとうございます。花火もレベル35達成。ありがとうございます。ありがとう。昼カメラの確率よりは高いはず。わかんないですけど。こんにちは、どうも。バレーは見れそう。バレーは見れたら見る。サッカーは気が向いたら見る。そう、山田選手ね。いるから、応援しないと。バレー。お腹すいた。なんか食べたいんだけど、何もないんだよね、今。冷蔵庫に。困ったな。お米を炊くしかないっていう。お米炊いて、あの、なんだっけ。ハンバーグが、冷凍してるハンバーグが、冷凍のハンバーグがあるから、湯煎で、するしかない。めんどくさい。どうしよう。こんにちは、どうも。ウーブ買ってきなさい。ウーブ買ってきてくれる？ハンバーグいいんだけどさ。湯煎しなきゃいけない。湯煎15分かかるし、お米炊くんだったらさ、高速炊きでさ、もう高速炊きでも30分じゃん。困ったなぁ。どうしよう。グランチさん、先生見てたくさんありがとうございます。ありがとう。ハンバーグ、あ、まだあった。食べてない。許可たまず72人。
BPM1883、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。こんにちは、とも。無洗米じゃない。洗わなきゃいけないの。めんどくさいね。生米ボリボリいかないよ。怖いでしょ、急に。配信で食べ出したら。食べないよ。この皮、高菜そう？ちょっとめんどくさい。だいぶめんどくさいかも。タピオカ頼む。お昼飯タピオカ？ちょ、なんか見てみるか。え、そういえばこの前さ、来たんだよね。この、あの、この前の。なんだっけ？あの、あれの。ネットのせっか、ネット用語のやつ。ちょっと待ってね。あの、なんかさ、出前のやつがあった気がする。ちょっと待って。あれで。あんま岐阜先にいとこ。アカウントに。お、ランクアップした。6位、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。イベントの声、イベントの声、ちょっと、まだ残ってる。どこだっけ？あ、ちょっと。これ、1000円分。ウーバーイーツですね。え、どうしよう。いつもね、メニューって使ってるのよ。メニュー。お昼ファミマの台湾混ぜそば。いいね。美味しそう。お、なんか土日限定の400円クーポン。あれ？あれ？押そうとしたら消えちゃった。え？え？嫌がらせが来てる。え？取得を押そうとしたら消えたんだよ。え？もう一回開いてみるか。400円クーポン消えた。もう出ないじゃん。え？ 400 円クーポンがさ、今一瞬出たのにさ、押そうとあったら消えちゃったんだけど。え？ え？ ひどい。そんなことするの？消えたんだけど。フェイントかけられた？嘘だろ。土日限定の400円クーポンって書いて、消えた。ひどい。うん、ほら、ありがとう。ありがとうございます。メニューってなんか、ウーバーみたいなやつ。あのね、あの、au プレミアムってやつに入ってるから、メニューだったら配送料はタダなんだよね。プロマンさん、先生見てありがとうございました。たくさんありがとう。ありがとうね。こんにちは、どうも。お腹空いちゃったよ。クーポン消えた。400円のクーポンあったのに。さっきなんか、そのなんか出て、アプリ開いた瞬間に、取得っていうとこ押そうとしたら消えた。悲しい。悲しい。ちょっと au プレミアムでもらえるクーポン。どこにあるんだ？クーポン、今月のクーポン。あれ？どこにあるんだ？いつも出るクーポンがないぞ。これか？ちかー。かんない。クーポン消えた。瞬間的に押さないと消えるクーポン。嘘だろ？嘘だろ？ちょっとこんなの見てたら余計お腹空いちゃうわ。ラーメンとかもある。食べたい。食べたい。パニポンさん、300回目の訪問ありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうね。ありがとう。初訪問の方もありがとう。でも高いからな、出前は。高いからな、迷うな。タコライスとかもいいな。美味しそう。1000円。出前高いよね。ちょっとあんま頼めないよ、だから。こんにちは、とも。強い気持ちで願うっぱ、クーポン出てくる。出てこないんだよ。もう出てこない。こんにちは、とも。2度目の方、ありがとう。
ハニポンさん読んだっけ、私。ハニポンさん。300回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。読んだっけ、これ。わかんなくなっちゃった。ありがとうね。初音の方ありがとう。こんばんは。こんにちは。あ、ちょっと。19当選のメールが来た？ええやろ？うん、詐欺だ、それ。詐欺だ。二度目の方ありがとう。こんにちは。月曜のクーポンは詐欺？いや、アプリで出てきたのよ。嘘でしょ？そんなことある？え、どうしよう。食べたいけど。1000円。モス食べたい。あるかな。栄養プレミアムいいよ。栄養プレミアム、メニュー。なんかさ、ウーバーだったらさ、ウーバーだけのさ、なんか課金でさ、タダになるじゃん。配送料が。じゃなくて、栄養プレミアム、なんか、他のクーポンと、なんか、メニュー配送料タダになるし。なんか、いろんなのある。なんか、あの、スマートパスペル、なんか抽選引いて、よくローソンとかセブンのクーポンがもらえる。今、白いたやきのやつやってる。抽選しよう。あ、当たった！え、当たると思わなかった。嬉しい！やった！白いたやきの、ローソンの白いたやきのさ、なんだっけこれ、クーポンもらった。当てると思ったのに。いつまで？ 9月16日まで。OK。絶対ローソン行こう。ベビースターさんファンレベル12。ありがとうございます。ありがとう。自分は6億当選のやる気だ。詐欺だ。皆さん毎月250円引き。あ、そう、250円引きのやつもあるんだ。AUPAで払えばみたいなやつ。でかいよね。今日サンタロンの日なのね。だからか。なんかポテトチップスの方の抽選もあったけど、それは外れちゃった。なんだ。おめでとう。え、みんな当たるさよね。これね、抽選で3万名様。うん、なんか結構当たんない、こういうの。ポテチの方は1万名様。おめでとう。当たっただけで褒めとられる。トラマンさん、ファンレベル19、ありがとうございます。ありがとう。こんにちは、どうも。リバレで払ってあげましたか。みんながおごってくれるの。許可との電話で頼みたい。私の電話、私が、ね、自転車とかで、持ってくってこと。やったよ、こんな暑いのに。二度目の方、ありがとう。こんにちは。どうも、こんにちは。ちゅうちゃん、今日漏れなかった。違うよ、3万目って書いてある。違いますからね。当たんないんだから意外とこれ。こんにちは、どうも。二度目の方ありがとう。どうも。当たんなきゃどうということはね。よかったよ。後ろと行き、ちょっと早く行こう。ローソン。お腹すいた。どうしよう。もし食べたいな。モスって入れたつもりが、モスモスになってた。あれ？モス、バーガー。あら。ないのか。モス食べたいよ。あ、ジャムの方ありがとう。こんにちは。温泉卵なら当たった？当たった？え、どういうこと？え、そっちの、こういうの当たった？あつもの方ありがとう。こんにちは。ロス行っても白いたい焼き品切れちゃう。なんかやだー。あってよー。もすもすバーガーになっちゃった。2回打っちゃった。え、お腹すいた。え、こんなん見てたら頼みたくなっちゃう。あ、バーガーキング多いな。バーガーキング、1回しか行ったことないけど。パのものは置いてないの、あれあれ。え、でも3万人にしか当たんないから。あ、か、うち。あと9月まで行けるから。大丈夫よ。ロスはしごしないよ。しないよ。え、どうしよう、お腹すいちゃった。お腹すいちゃった。
どうしよう。なんかでも家米炊いてハンバーガー湯煎かポックミョ二択。ポックミョポックミョか。ポックミョ昨日食べちゃったんだよな。いつもの方ありがとう。こんにちは。お米だけ配信30分かかるよ炊くのに。でも高いしね配達。どうしようか。バーガーキングのビッグマックみたいな、めっちゃでかいやつじゃん。知ってるからな、めちゃくちゃでかいの。なんか私が行って頼んだのなんちゃらジュニアみたいなやつだったけど、普通のハンバーガーのサイズだったもん。びっくりした。いや結構ちっちゃいのかなと思ったけど、なんかこれあのジュニアってやつに なんちゃらバーガージュニアみたいなやつにしたら、あの普通の大きさだとびっくりした。絶対でかい。このさメニューたくさん見て食べた気になっちゃうのありか。お腹すくだけよそれは。二度目の方ありがとう。こんにちは。ワッパージュニア、あそれかな。なんかマッシュルームシュルームバーガーみたいな、そんなやつにした。だからなんか食べてみたくて。カルビちゃんっていうあの VTuber の方がいて、赤身カルビちゃんっていう、その方の動画で食べててね、それを。その方めっちゃあよくねなんか食レポの動画、食レポの配信やってて、動画アーカイブで動画残してるので、それ見てそのシュルムバーガー食べてて、めっちゃ美味しそうで食べに行った。グランツさん、先生見ていただきたくさんありがとうございます。ありがとう。こんにちは。どうも。その方すごいの、なんかハンバーガー3つぐらい食べてた気がする、その時も。でも毎回ねめっちゃ食べてる。あれよ、あのそのワッパージュニアとかじゃないのよ食べてんの。普通のなんだっけな、でかいやつ食べてた気がする、確か。めっちゃ食べるんだよね。こんにちは。どうも。新作レビューみたいな感じで、なんかあの新しく出たやつ全部買ってくん。こんにちは。どうも。ヘビロテポックミョンくん、ポックミョンあと2か1ぐらいなんだよね。どうしよう。新作は水道水でかも、やだよだよ。でかいやつはアッパーか、それかな。ちょ見てみるか。なんかその時も3つぐらい食べてた気がするんだよね。カルビちゃんめちゃくちゃ面白いんだよ、赤身カルビちゃんっていう。ちょっとね、赤身カルビ、どれだっけ私が見たの。最新リストから見れるかな。おお、再生リスト、食レポ、これか。結構前なんだよな。いつだっけあれ。パーキンの新作、あこれだ。あの肉2枚、熱がお肉2枚入ってんのがワッパーってやつ。ってやつ。それ2個いってるぞ。ニンニクガーリックバーガーとマッシュ、音出ちゃうのこれつけたら、マッシュルームワッパー。カルビちゃんで V じゃないの。カルビちゃん V よ、 VTuber の方。でもなんかね可愛いんだよね、食べてる動画が。可愛いの、たまに見る、おすすめに来たら。可愛いんだ、めっちゃ食べるから。すごい、ほんと。こんにちは。どうも。初オムの方ありがとう。
三重県の香取市長さんの花火大会、今年行ってない。てか、花火行ってない。花火じゃない、なんだっけ、お祭り行ってない。花火って言ってたじゃん。お祭りって言ってた。大食いか激辛キャラで、私激辛さ、食べれないよ。大食いもそんなにいけないし。まあ、食べるのは好きだけど。食べるのは好きだけどさ。こんにちは、とも。井戸の中へと先生見てきると頑張れ。追い抜いちゃうじゃないか。なかなか聞かないの、それ。今。先生見て。あ、ほんとだ。今。6000ポイント差ぐらいだ。こんにちは、どう？二度目の方ありがとう。気温暑い場所苦手。そう、苦手。家が一番よ、だから。うん、そう、家が一番です。こんにちは、どうも。こんにちは。お腹、すいた。ゆかちゃん、大食いじゃねえ。大食い。やだよ。今日写真じゃない。今日カメラつけてます。こんにちは、どうも。なんか始まって食べようかな。買いに行こうかな。くしゃみでそうだった。大丈夫だった。あざもの方ありがとう。こんにちは。先生見て調整しないとだな。なんだよ、それ。T さん先生見てたくさんありがとうございます。ありがとう。とりあえず、ビッグバーベキューザワンパウンダー完食配信。ビッグバーベキューザワンパウンダーってなんだろう。何？でかいやつ。喋っちゃうよ。これ何？あ、バーガーキングの？うん？期間限定メニュー。え、これ。何これ？ 2090 円すんのこれ。え？か。ちょっと画像で見よう。ね、え？でかくないこれ。お肉4枚も入ってる。うわぁ。うわぁ。すごいな。スタミさん食べてるじゃん。スタミジャパンさん。やばいそう。二度目の方ありがとう。何ちゃん？先生見て3しか狙ってません。調整するかじゃあ。皆さん、ちょっとじゃあ、サインキープで。こんにちは、どうも、二度目の方ありがとう。美味しそう。でかすぎるよ。幼稚園コース絶対絶対え、じゃあ、調整してくださいよ。こんにちは、どうも。タオの代わりを、そんなでかいの？そんなでかい？嘘？いやー、食べたくなっちゃうじゃん、バーガーキング。え、美味しそうだったんだよな、さっきメニュー見て。どこだっけ？バーガーキング、あったあった。バーガーキング。どれだっけ？なんかアボカドのやつ食べた。アボカド。これか？チーズ、ん？チーズしかない。めっちゃ見づらいぞ、これ。チーズアグリーって何これ？美味しそう、これも。アグリーって何？アグリー。チーズアグリー。これ何これ？チーズ。美味しそう。これ何？ビッグマウスバーガー、ビッグマウスバーガー、でかそう。マック来ちゃった。いいな。初物の方ありがとう。こんにちは。見ちゃったらいつの中の人のルームで先生見てギフト投げるか。何やってん。演じこそ毎日してる？してないよ。してないの。アグリって、なんかチーズアグリーバーガー。めっちゃ美味しそう、これ。なんて何だ、アボカドいいなぁ。
チーズメキシカンアボカド。メキシカンアボカド。メキシカンだから。そういう系の味ってこと？アボカド。チーズクリーミーチポトレアボカドってやつもある。チポトレ。チポトレ？わかんない。こんにちは、どう？二度目の方ありがとう。とりあえず気になるの全部頼んじゃう。全部頼んで全部食べれないのよ。そんなことして。アイスコーヒーに好きなジュース混ぜたら美味しい。本当に？アイスコーヒー飲めないんだけど、いける？こんにちは、どうも。こんにちは。え、食べたい。チーズメキシカン？メキシカンアボカドワッパ。チーズメキシカンアボカドワッパ。ジュニア。これしかない。あの、メキシカンアボカド。チポトレってやつもいするな。二度目の方ありがとう。こんにちは。コーラ、サイダー、好きなジュース？コーラかな？どっちかやったらコーラ好き。モツデリバイ、モツいっちゃう。鍋。鍋いっちゃう。めっちゃ美味しそうなんだよな。迷うぞ。まあ、ちょっと、配信終わって、なんか買いに行くのもありだけど。バーガーキングじゃないけど。チーズクリーミー。迷うじゃん。ちょっと一回見てみるか。一旦。サイド。ほにおにんがあるじゃん、ここ。チリチーズフライってのも美味しそう。どうしよう。どうしましょう。お店と店舗名言ってくれたら売ってくれる人いる？いや、いいよ。どうやっておごるのよ。ウーバーじゃないよ。メニューだよ、メニュー。私、メニュー。au プレミアムってやつ入っちゃうからね。配送料がタダだから。ウーバーの方入ってないから。迷うぞ。結局米炊くんかいのにそう。え、米炊くのはめんどくさいよ、ちょっと。米炊くのはめんどくさい。だから、行くとしたら、なんか、コンビニかスーパー行って、ちょっとご飯買うぐらい。まあ、それが一番安くていいんだけどさ。どうしましょう。どうしましょう。二度目の方ありがとう。こんにちは。ついでに俺のも頼んでおいて、京香ちゃんの声。なんでよ。なんでよ。なんで。こんにちは、あんたも。いや、結構お腹空いてきたんだよなぁ。でも今頼んだところでさ、届くか配信中に。めっちゃ近いとこじゃないと。届くか。ちょっと微妙だな。やめとくか、それなら。配信中なんか買ってこようかなぁ。そうしようかなぁ。こんにちは、だもん。今日奮発してウーバーがいい？そんなこと言っちゃう？そんなこと言っちゃうの？でもね、届かない可能性あるからな。今日2時までするよって。12時半から2時まで。1時間半。チーズナンうまうま。いいね、チーズナン。美味しいよね。待って、うちにあるやつ。早すぎだ、それ。こんにちは、どう？配達にその客らが次第。まあ、確かに。確かに。すみません、外はめっちゃ暑い。痛くないなぁ。行っちゃう？一応結構迷ってるんだよね。どうしましょうか。どうしましょう。どうしよう。こんにちは、どう？ね、頼んだところで届かない可能性もある。チーズアグリってさ、どういうやつなんだ？メニュー、バーガーキング。
が。バーガー。バチバチ。チーズ炙り。メニュー。チポトレアボカドパージュニアってそれ見てるから、なんか書いてないの、どういうのか、なんだよ書いてないじゃんメキシカンの方もいそう。いや、チポトレのが好きかな。あれ好きなんだよね、あのあれを、あのなんだっけ、あのサブウェイのさ、期間限定で出るさ、あのチポトレみたいな、あ違うな、なんだっけ、タコス、タコスチュー、なんだっけな、なんかそんな感じのやつが出るのよ、サブウェイ期間限定で、夏ぐらいに、なんだったか忘れた名前。それそれわかんないよね。なんか、チポトレソースみたいなやつがかけるんだけど、なんか、メキシカンなんちゃらみたいなやつだったけど、なんだったか忘れた。それが好きなの。だからチポトレ好きそう。わかんないけど、好きそう。チーズアグリ。チーズアグリってどうです？なんかさ、バンズにもチーズついてるの？でもアボカドが食べたいな。どうしよう。あれ？ブブが。えらい。爪とぎしてる。えらい。あざむの方ありがとう。こんにちは。どうしようかな。メキシカン？これじゃないな。お腹空いたけど、何位になるんだ。とりあえずカーテンに出る。ハンバーガーと、飲み物はいいから、オニオンリング大好きなの。これ二つで？お、1260円？あ、高い。高い。高いぞ。クーポンないのか。ないか。あの400円のクーポンがあれば。あれか、1500円いかないと無理みたいな感じかな。こんにちは、どうも。ゼンさん、100回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとう。初見さん、コメントありがとう。こんにちは。どうも。アグリ、見にくいだって。え？どんなバーガー？こんにちは、どうも。どうしよう。だがない ?1200。のは、配達？こういう、出前とか仕方ないけど。バッパージュニア。じゃあね、私が言ったやつ。チポトレ。アボカドバッパージュニア。どうしよう。ケタチーズで表面がボコボコとした不格好なやつだが、アグリ、つまり醜いという名前の。あ、そうなんだ。その、サブウェイ、地下鉄乗ってサブウェイ食べに行く。やだよ。私のランチするの1000から1500円だから、だと高いよ、ちょ。配達料、配達料はね、あの、なんだっけ。英雄プレミアムだから配達料かかんないんだよね。二度目の方ありがとう、こんにちは。あ、そう、出前ね、そう、割高になっちゃうのよ。だからお店で食べたら、とか考えたらダメなんだよね。ふーちゃん買いに行ってくれないよ。ふーちゃん今、お水飲んでます。何で書いたんだろうな。二度目の方ありがとう、こんにちは。サブウェイの注文は、未だに緊張する？サブウェイ。確かにちょっとわかる。いや、最近さ、あれがある。セルフレジがあるからさ、セルフレジで選んじゃえばいいの。あの、劇場の近くのサブウェイ、セルフレジだから、あの、お店、なんだっけ、店員さんに直接言わなくて大丈夫。その、パネルで、タッチパネルで全部選んじゃえばいいの。なんだいける。こんにちは、とも。
夏もの方ありがとう。セルフ余計に緊張する。なんでよなんでよえ、ちょ、バイオどうしようどうしよう。バーガーキング、どうしよう、うん、どうしようかな。おはようございます。おはよう。あ、そうの方ありがとう。こんにちは。ユニク無印コンビニ全部セルフレジ。あ、コンビニセルフレジ緊張するの、なんかちょっとわかる。わかる。肉切れますか？ありますよ。この、ここに。どうした？ご飯食べてますね。ご飯食べ終わった？早。でもなんか、スーパーがコンビニ行くのもいいなって思ってきちゃった。あっちで買いに行こう。なんか届かないわ、多分これ。もう23分だから。やめた。結局。届かないよ。20まで。あっちでなんか買いに行ってきます。確かに、マックもケンタもセルフ、確かに。セルフレジ。あ。餌落としたね、あなた。ちょっと待って、餌落としたから取ってくる。虫切っちゃう。ちょっと待ってて。はい、戻りました。ペイペイとかペイペイたまにあんま使わないよ。カメ何か、え、何かをご飯、お腹空いちゃったからな。まあ、行くのめんどくさいんだけどな、結構迷うタブピー使ってます。なんでよそれ今日買ったます73人キズナさん、今月もありがとうございます。ありがとう。なんかご飯食べた時に触ると怒る。え、怒んない。でもね、なんかすごい避けられる。避けられる。後ろに。そうなっちゃう。ブブ食いしん坊。ブブ餌いっぱいあったらその分だけ食べちゃう。だから、気をつけてる。山田のカード使ってます。なんだよ、それ。うん。マックだけど、チーズロックもこう。あ、今、期間限定みたいなやつ。そんなのやってんの？よいしょ。出前館、出前館じゃないよ。あの、メニュー、メニュー。メニューってやつ。出前館使ったことないよ。これだけ盛り上がったらやめちゃおう。だって、届かないよ、多分これ配信中に。届かない気がする。あ、ブブがあっちに移動してる。あっちに来たの、ブブさん。ブーニャン好き嫌い。いやね、何でも食べる、ブーブーは。何でも食べる。あ、セブンって宅配もあるんだ。そうなの。タウンポイントは何に還元？タウンポイント？そんなものはないです。そんなものはない。こんにちは、どうもーん。なんかブーブーが、どっか見つ、寝始めちゃって、横になって。食べたよ、食べてすぐ寝たら。二度目の方ありがとう。こんにちは。どうも。ブブさんを寝始めました。床で。毛づくろしてるわ。かわいい。こんにちは。どうも。マクドンの泣きそう。あ、マックもあるよね。マックデリバリーみたいなやつ。でもちょっと高いけど。配送料かかる。こんにちは。え、どうしよう。お腹すいた。ウーバーイーツ配達に対応する。あ、そうなの。こんにちは、とも。食べてすぐ寝るの気持ちいい。ブブ、もう寝そうよ。ブブ、あ、こっち見た。めっちゃ目を細めて見てる。なんだよ、その顔は。寝るかな、僕自身。ブブ、こっち見て、ブブ。
こ向けって、ブブこっち向いて、ブブ、うん、なんか目細めて見てくるんだけど、ブブさん、うんと、よいしょ、見えるかな、ちょっと待って、画面明るくした方がいいんだっけ、ブブ、こうか、ちょっとなんか暗く見えちゃうんだよね、もっと明るい、本当は暗くしたらいいのか、逆に、あれ、これちょっと違うかブブ、こんな顔してる、お、どうしたら記事が何しようなんか暗くないじゃん少しカメラ目線目を細めてる、めっちゃ顔気迫者ですね可愛いでしょ、初の方ありがとう、こんにちは、2度目の方もありがとう、初訪問だよ、初見さんありがとうコメントありがとうございます、いつ撮った、今撮ったやつ、今そこにいるんだよ、すごいなんか寝ながらキョロキョロしてる、何してんだブブご飯まだって感じ、さっきご飯食べてたのよ、夜じゃないのに、しかも昼なのよブーも今度ブーつけてるわけないでしょくっちゃね、くっちゃねよ、猫ちゃんだから、猫、確かに猫めっちゃ寝るもんね、16時間ぐらい寝るの、ずっと寝てるよ、配信中も寝てるし、配信中基本寝てるブーはなんかが気になるみたいでキョロキョロしてるみんなヒロありがとうね、ありがとうございます、ありがとう、よいしょ、そんな生活したい、確かに猫の生活幸せだよなうーちゃんメガネ、うーちゃんメガネダメや、そんなことしちゃう、ええな、6時間、あら、うーどこ、あ、こっち、こっち来てる、こっちの方いる、何してんだブブさん どうした、かわいい、なでたらめっちゃ嬉しそうにしてる、どうしたどうした、遊んでほしいのか、ここにおもちゃがあるんだよねクロマンさんファンレベル20、ビビスタさんファンレベル13、ありがとうございます、ありがとう、あいつ、ね、見えないものが見えてる、やめてよ怖い、めっちゃ足元来た、どうしたのブブさん、何してるのブブさん、あれ、いる、怖い、口開いてるよ、口開いてるよブブさん慣れたら口開いちゃうんだよねブブ、気持ちいいと怖いでしょ、猫じゃらしだな、初物の方ありがとう、こんにちは、大丈夫、ちょっとどうしたのグブ、頑張ってほしいのか、頑張ってほしいのか、当ててなこんにちは、どうもグブが足元来た、かわいい猫じゃらし、猫じゃらし私じゃないのよ、買わなきゃいけない、新しいの、うん、ブブちゃんがすぐ破壊するからすぐ破壊するね、ブブさん、ブブじゃらしと遊びたいんだね、離して離せ離せ離せ、話してよ、うぅブブがめっちゃ掴んでたわ、あ、これめっちゃ結ばれてる、何
ブブが遊びすぎてこれやつの。ふい。猫じゃらし。猫じゃらし新しいやつじゃない。こうもうボロボロ見てここら辺。ブブが噛んでくるおかげで。もっとふわふわだったのにな。噛むからもう。逆さになってるじゃん、このフィッチの部分が。ブブさん浮かないね。あーあはい、ブブ。猫じゃらしイベント、そんなのあるの？映るよ、もうここに置いとくだけで言ってくる。でも楽しげ。動いてる。こんにちは、どうも。初詣の方ありがとう。こんにちは。二度目の方もありがとう。で、そこずっといるの。あ、かわいいね。何で楽しいのか。猫じゃ探してるわ。これないんだよ、もう。向こうに置いちゃったよ、私が。見てたでしょ？ないって思う。もうね、獲物には噛んでとどめを刺しに行く。わかります。何がわかりましたよ。ねじりちゃった、ここで。かわいいね、ブブさん。ブブさん。口開いてるよ。かわいい。見せてあげようか。おいでよ。おいで。いい。ブブさん。見る？ブブ。撫でたらね。さっき口開けてた。うん、よかったもず74人。白うさぎさん、今月もありがとうございます。ありがとう。温め上げた、はい、確かに。めちゃクンクンしてた。ないでしょ、おとなしい今日。まだね、完全に遊ぶスイッチ入ってない。かわいい、なんとも言えない表情。え、かわいいでしょ。なんかね、マチカなんだけど、エキゾチックショートヘアっていうの多分入ってて、どっかりそういう感じの顔してる。喜んでんのか嫌がってんのか。喜んでる、嫌がってた。どっか行くよこれ。こんにちは。お、ブブさん喜んでるよね。お疲れ様です。お疲れ様。僕クールでかい感じする。なんなの、海賊だからそう見ちゃうんだよね、ブブ。え、そうだよね、ブブ。あ、そうの方ありがとう。そうなんですか、猫吸い。するよ、そりゃ。え、ブブ汚れてる。ブブ用の名前拾ってる音、拾ってた。ブブさん、逃げたいの？逃げるの？逃げるの？やだよ、逃げて。逃げる？いいよ。
椅子の上に乗らないでよ。逃げた。肉じゃらし見つけちゃった。手が毛だらけ。蹴落としてくら。ちょっと待ってて。T シャツ毛だらけになっちゃった。わかるかな。あんまわかんない。わかんない。カメラだったら毛だらけよ。仕方ない。いいや、日焼けだから。猫いつそう。猫ちゃん今遊んでます。コロ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 。ここで遊んで。これはあげません。駅お気に入りのおもちゃ。コロコロ。よし。なんか元にブーちゃんの可愛さ認めてもらってください。認めてくれないのよ。こんなに可愛いのに。ねブブ。二度目のことありがとう、こんにちは。結構嫌いだけ。根っこ。猫灰だらけ？猫灰？めっちゃ毛だらけだった。でも、あんま伝わんないかも。めっちゃ毛ついてる。ブブの毛が。ブラッシングしてあげなきゃ。初物の方ありがとう。こんにちは。猫がやってるラーメン屋のアニメがあって、毛が入らないようにブラッシング専用の要因が大事。そんなのあるの？かわいいな。初物の方、二度目の方ありがとう。こんにちは。どうしたらいいの？遊べて。どうしたの？もうすぐ気がついちゃう。気になるかも。アニメ猫好きならあるあるネタ送ったっす。面白そう。そう、めっちゃいいじゃん。ラーメン。ラーメン赤猫ってやつ。やつ。アツムの方、二度目の方、ありがとう。こんにちは。寝てるわ。こんにちは、どうも。こんにちは。多分毛だらけ？多分私が毛だらけ？違う。ウブの毛でね。もう T シャツがすぐ毛だらけになっちゃう。仕方ないじゃん。コロコロをするしかない。コロコロしかない。二度目の方ありがとう。こんにちは。どうも。初音の方もありがとう。こんにちは。ブーちゃんイカ焼き食べたりしないよ。ダメよ、ブーブーに食べさせちゃう。ブラッシングしたら洗濯機に。そう、ブラッシングしたら洗濯機に。どういうこと？そうって言っちゃって。 服のこと。服ブラッシングじゃない。コロコロ。どういうこと？あ、ジャンプや連載してるんだ、猫の漫画。知らなかった。ルカちゃん毛玉入ったりしないよ。毛玉飲み込まないから。なんでそうなんだよ。ブラッシングした毛を集めてぬいぐるみ。あ、確かに見たことある。すごいよね、それ。ブラッシングした毛を集めてないや、捨ててる。いいじゃん。かわいいな、ブブさん。いいじゃん。紛らわしいなんか歌おうかな。いいじゃん。
とりあえずおばあちゃんから、おばあちゃんいいなよ、おばあちゃん以外で、ほら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 遊ぶな、机のあるもので。あざったら急にお腹すく、まあ仕方ない。なんか汗買いに行ってこよ、暑いけど。何歌おう、何がいいか。ロスコイボンジュール、ロスコイボンジュール、ボンジュール、こんにちは。のうちネシー多分、ネシー多分大丈夫、ここの上にいるから。まあ落とされたら分かんないけど、コニューもね、あの全然ウーバー反応しない。ハウタン来る、あ、ハウタンにする、よいしょ。ハウタロウちゃんですか、ハウタロウ。ハウタロウ全部バイじゃね、ハウちゃんぬいぐるみあんま反応しないよ。まあそっちの方がいいけど。ぬいぐるみネシネシ食べないでよ。今のままでいいよ、反応しなくて。とっとこ走るよハム太郎、すみいこ走るよハム太郎、大好きなのはひまわりの種、やっぱり走るよハム太郎。はいはい、とっとこ回るよハム太郎、カーシャを回るよハム太郎、大好きなのはひまわりの種、回ると嬉しいハム太郎。とっとこ眠るよハム太郎、どこでも眠るよハム太郎、大好きなのはひまわりの種、やっぱり眠るよハム太郎。ハム太郎、タブ太郎、違う、ハム太郎。こぎゅう、きっとおいしそうじゃないのかもしれない。ハム太郎4位なの、そんな人気なのこれ。とんとこかじるよハム太郎、なんでもかじるよハム太郎、歯磨きしたら幸せいっぱい、明日もかじるよハム太郎。すぐが来た。とっとこ潜るよハム太郎、どこでも潜るよハム太郎、暗闇の中どこでも行ける、潜ると落ち着くハム太郎。とっとこ溜めるよハム太郎、ほっぺに溜めるよハム太郎、大好きなのはひまわりの種、25個入るよハム太郎。猫の叱り方、ワンの叱り方と同じに見える。嘘、同じ一緒。どっとこ隠すよハム太郎、どこでも隠すよハム太郎、落ちているもの大切なもの、隠して忘れるハム太郎。とっとこ洗うよハム太郎、前歯で洗うよハム太郎、毛並はいつも艶やかなのだ、ピカピカ気分のハム太郎。とっとこ生きるよハム太郎、自由に生きるよハム太郎、大好きなのはひまわりの種、どこかで遊んでるハム太郎。こんにちは、あんたも。シュープレゼント11位、あ、でも上がってんだ、いいじゃん。こんにちは、ブブ太郎。ブブ太郎は今ね、ここいる。さっきから足に
足に当たってた、ブブが。上向きすぎて撫でれないんだよ。ありがとう。ありがとうございました。よいしょ。スペースランナーエースのファンレベル12、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。みんなパチパチありがとう。ありがとう。こんにちは。とも。来てんのか、今日は。こんにちは。とも。ちょっと足にね、ブブの毛が当たってる。こんにちは。とも。猫じゃらし探してますね。なんでそこに。かわいい。こんにちは。どう。あー、噛むな噛むな噛むな。延長コード噛まれてる。ダメ。ダメ。止まった。感じどこの感じちょっと何言ってるか分からない、分からなかった。カム太郎、カム太郎ってなんだよ。ダメだってやっちゃう、こらーこら逃げてた。怒られてんの分かったのかな、ついていったわ。急いで行ってた、寝てたのに急いで起きて、ブーちゃんかわいいよ。今日ここが居心地みたい。何やった、机の足でなんか遊んでる。やばい、遊ぶモードがいっちゃった。暴れてる。猫じゃらし、猫じゃらしじゃない、そういう時のダンボールでやってる、えらい。遊びたいモード入っちゃった、急に忘れ持ってた。どうやらギリギリだった。何がよ。何がよ。カマチョブブになっちゃった。分かってるかな、怒られてんの。怒った瞬間ね、もう急いで逃げてった。こんにちは。どう。なんか爪研ぎしてる音聞こえたら怖いんだよね、壁でやってそうで。ちゃんと爪研ぎでやってるけど。こんにちは。どうも。めっちゃ噛んでるわ、爪研ぎ。ここ来た、顎が来たな、ギリギリだった。ありがとうね、来てくれて。ゴソゴソ言ってる、ブーちゃんが急に遊ぶモード入っちゃった。後で声で遊んであげろ。ボロボロの猫じゃらしで。いつの間にかボロボロなってた。幼稚園ギフトって金、幼稚園ギフトって金、幼稚園ギフトはなんかアヒルのやつと先生見てってやつと、なんかクマのぬいぐるみの緑の服着てるクマのぬいぐるみのやつと積み木のやつが、先生、先生じゃないっけ、幼稚園ギフトです。この4つだよね。4つが。先生のやつ。こんにちは、どうも。こんにちは。限定欄のやつだって。ありがとう、教えてくれて。あれです。いや、金ですかって。どういうこと？お金？無課金でもいけるよ。アヒルとか、ショーゴールドさ、無料でもらえるやつあるじゃん。あれで投げればいい。だから、いける。先生ギフト、間違えた。こんにちは、とも。こんにちは。あともの方、ありがとう。スペースランナーエースファンレベル12、これ読んだっけ？ありがとうございます、ありがとう。読めてなかったかも。こんにちは。どうも。
こんにちは。うん。内教育上く？なにちゃん、しらこにちゃんとも。あんま課金せ、課金しなくてもいける。ショールームは無料のなんか動画視聴とかで、ミッションのやつだっけでいけますよ。こんにちは、どうも。どうもどうも。ちらこんにちは、どうも。やっほー、こんにちは。よいしょ。たまたま。二度目の方、ありがとう。こんにちは。やっほー。うん。どうも。あとあれだね、ショールームキラボシってやつもあるから。それも、無料のギフトだから。それもポイント入るから嬉しいです。二度目の方、どう？猫タワーとか書いてくる。猫タワー、あれでしょ？猫ちゃんが、あ、そうです。なんか、わかるよ。キャットタワーか。でしょ？いや、買いたいけど、場所がないね、置く場所が。だから、この、高さがある、形状を言ってる家。二度目の方、ありがとう。こんにちは。知らん、こんにちは。どうも。これ結構高いの、この形状。5階ぐらいあって。2メートルぐらいある高さ。結構高さがあるやつ。こんにちは、どうも。どうもどうも。最初の頃はね、2段目までも行けなかったんだけど、今もう5階に行って、5階で寝てる。5階に行っちゃうとね、高すぎて私があんま触れないんだよね。高くてちょっといる場所が。あんま撫でれないのがちょっと。猫不足には猫タワーがいるし。川崎さんは？いや、まあ、買えないよー。買えないよー。広い家に住めたら。ちょっとね、今の部屋じゃちょっと、置けないや。ケージが限界だな。こんにちは、どうも。ミッションだと達成すれば1日小ゴールド、80ゴールドが2回だって。全部で、だから160ゴールドもらえるってことだよね。こんにちは、どうもこんにちは。てっぺん、そう、てっぺんにいるわ。一番上。アヒルが1個、1ゴールドだから。アヒル、先生見ても、1個50ゴールドだよね。だから、投げれる、そのミッション、やれば。こんにちは、どうも。そんな簡単に止まらない？そのミッションをやるしかないな、お迎え金でやるんだったら。それしかない。遊びに来てありがとう。こんにちは、どうも。どうも、どうも。というか、キラボしても嬉しいよ。こんにちは、どうも。あと、あれもある。広告視聴のやつもある。広告。それも、ん？ポイント入る。そう。わかるか、てっぺん？わからないよ、降りてきなよ。でもね、でも寝そう。さっきまであの走り終わってたの。もう勢いよく上まで行って、もう今寝ようとしてる。こんにちは、どうも。13人の皆さん、なんかクレイジーな課金。クレイジーな課金は、上位13人？でも無料ギフトも貯めればいっぱいあるから、ポイント。レインボースターとかね。そういうので全然、その枠課金してなくても、いけますよ。こんにちは、どうも。ちなみに無課金でも、あ、そう、許可様となれます。ぜひ、皆さんよかったら。いいな、猫。確かに。もう遊んで食べて寝てよ。いいな。こんにちは、どうも。こんにちは。しかも家。部分のためにエアコンつけてるし。まあ、私が暑いのもあるけど。私が暑いのもあるけどさ。涼しい。こんにちは、どう？おかきんだと3時間見て、キラキラ 600？ キラキラ600もらえるってこと？ 3 時間見て？どういうこと？ああ、そう、あれか。今日が多分になるための条件か。
何時間見るとキラキラ600投げるってことか。6回3日ぐらいかかるってこと。こんにちは。とも夜間何度にしてる。約26ぐらいだった気がする。あつもの方ありがとう。こんにちは。さすがにちょっと出かけるときはもうちょい高めにして出かけるけど猫そんな低くなくても大丈夫。私が暑いから温度にしてるけど、もう少しだから。キラキラでしょ。キラキラだけは無理だね多分。キラキラ、キラキラだけじゃなくて、なんか他の無料のさギフトもあるのよ。あのレインボースターとか、それレインボースターが大きいかな。この二度目の方ありがとう。こんにちは。トウウェイン。まあそれはね、私がいるときは、出かけるときもつけてる。もう少し遠くして。28ぐらいでつけてる。じゃないと暑すぎるから。そう。よいしょ。猫ちゃん、ブブが大丈夫なように。同じくらい温度暑いよね、最近。暖房パソコン使って。あ、そう、パソコンでめっちゃ熱くなるから、そう、配信の時は25ぐらいにしてるから。そういえば。じゃなくて、熱くてやばい、パソコンがやばい。こんにちは、とも。あ、50分も。そうそう、ランキングもかな。ちょっとなんか私腹立ってきた。なんでよ。なんでよ。なんで？こんにちは、とも。じゃあ、10選からランキングもかな。あ、どうもの方ありがとう。こんにちは。うん。まこーちゃんさん、レインボーさんありがとうございます。ありがとう。じゃあ、13位から読みますね。13位、プチトマトさん、ありがとうございます。12位、アルさん、ありがとうございます。11位、中身さん、ありがとうございます。10位、シーさん、ありがとうございます。9位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。8位、ワイパルさん、ありがとうございます。7位、ズーシミケンスーケさん、ありがとうございます。6位、松崎さん、ありがとうございます。5位、6位まで読んでない。5位、ティンさん、ありがとうございます。4位、グランツさん、ありがとうございます。3位、3位、ヒロジさん、ありがとうございます。2位、フロマンさん、ありがとうございます。そして1位が、ヤスさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。ごめんなさい、ありがとう。ありがとうございました。2度目の方、ありがとう。こんにちは。今日方も75人。スピーナさん、今月もありがとうございます。ありがとう。あいつね。ありがとう。レインボースター課金。レインボースター抽選でもらえなかったっけ？抽選とあと許可タムズになったらもらえる。来月だけど、もらえるの。ファンになったら、もらえます。レベル10以上。レベルが上がるごとに、来月次の月もらえるレインボースターが増える。感じ。どうもの方ありがとう。こんにちは。外出溶けない気をつけて。ちょっとお昼ご飯買ってくるわ。ドラマさんファンレベル21。ありがとうございます。ありがとう。カメラ目線何度言っちゃうかい。本当にありがとうね。こんにちは。どうも。どうもの方ありがとう。実際レンボスター定額。でも、あれだよね。無料でも手に入るんだよ。レンボスター。おやすみ。おやすみ。夜ガラジ、夜ちゃんつけますよ。夜も。カメラつけますよ。お腹空いたわ。ちょっともう2時いった。なんか食べてきます。なんか食べてきます。じゃあそろそろ終わろうかな。じゃあまた夜配信、夜配信も午後とファンルームでお知らせしますね。じゃあまた、夜配信でありがとうございました。またね。うん、初物の方ありがとう。ありがとうね。終わっちゃうけどありがとうございます。じゃあまた夜配信で。またね。バイバイ。ありがとうございました。またね。バイバイ。